どうも皆さん、こんにちは。ハンドスタータースキル返してよコナミさん。あれめっちゃドローして外役できるのに、リュウです。さあ本日はですね、カラクリ商人イナシチっていうこのモンスター、これもともといたんですけれども、これ召喚に成功するとデッキからカラクリモンスターっていうの、カラクリモンスターじゃねえや、カラクリカードを手札に加えるってことができるんですよ。で、カラクリデッキでもやったように、クナムザンっていうね、このモンスターを持ってくると7進化力が簡単にできるわけですよ。地属性、機械属しか出せない代わりに。で、地属性機械属モンスターって、カラクリももちろんそうなんですけども、そのね、超獣武者っていうモンスターは機械属地属性モンスターなわけですよ。で、縛りも機械属チューナープラスチューナー以外の機械属モンスターってことで、これ機械属なんですよ。だからシナジーが噛んでるんですね。だから今日賢者デッキってことで、超獣カラクリっていうデッキを作ってきました。あのね、何ができるかっていうと、その1枚で忍び足が出ます。めちゃくちゃ強いですよね。よく考えてください。今まではその、忍び足を出すには、ある程度のカード効果使うか、第8がいるかとか、なんかいろいろなんかその工夫してやっていかないといけなかったじゃないですか。2枚は多分使ってましたよね、カード。これ1枚でいけるんですよ。これさえ引ければ、カラクリ商人イナシチさえ引ければ忍び足出るっていう、めっちゃ強いこれで。簡単に1枚で神経召喚できるっていうことは、手札にこういうカードを握りやすいってことなんですよ。ガン積みして、グレートウォールとダブルホーンを忍びアッシーにつけてダイレクトアタック2回したら勝ちなんですよ。デュエルリンクスって神ゲーなんで、デュエルリンクスって神ゲーなんで、ライフ4000しかないんですよ。なんか最近なんかデュエルリンクス運営は4000しかライフないってことに気づいたらしいですけど、なんか頭いいですね。ということで、この忍び足にこれとこれつけてぶん殴っていくっていう、一番新境がっていうデッキを作ってきたんで、やっていきましょう。一応レベル上昇にしているのは、この四天童子っていうね、モンスターとかを綺麗に出せるようにしてます。あと、たまにね、そのね、これとこれとかで、これとこれとかでも一応こっち行けたりするんで、一応レベル上昇でね、これを出すためのレベル上昇です。はい、早速神ゲーデュエルリンクスプレイしていきます。デュエルスタンバイ。さて皆さんには、鳥獣カラクリというただの賢者デッキを見合わせていきましょう。あ、商人来て、青木の編集 OK。 玉子あるんで伏せ1枚までなら許します。伏せ1枚までなら許容します。さあ青眼がこれ2体出てくるコンボ。さあレベル8が2体、キルトユーマに攻撃力が2000以上のモンスターが2体来るぞユーマ。さあ、2体微星眼を立ててエンドするのがデュエルリンクス。さあここで、あ、最強、クリーボールあっても勝ち、伏せなしは甘え。カラクリ商人イナシチを召喚、カラクリ商人イナシチの効果を発動。カラクリ商人、なんだっけ、クラク商人じゃない、カラクリ奉仕クナムザン持ってきて、クナムザンの効果を発動。カラクリイナシチを表示形式を変更し、自身を特殊召喚。そしてこれはチューナーにある。そしてレベル2、カラクリ商人イナシチにカラクリ奉仕クナムザンをチューニング、新規の召喚、最強のカラクリモンスター超重武者忍び足、そしてグレートウォールを装備、さらにダブルホーンを装備、さらにスキル、あ、違う、スキルじゃない、効果発動、バトルフェイス。クリボール投げれません。僕守備表示なんで、対戦ありがとうございました。遊戯王簡単すぎ。さあお相手の方、闇マリク選手をよろしくお願いします。デュエルスタンバイ。闇マリク選手ですか。とりあえずイナシチいきましょう。イナシチ、クナムザン、一回4000の忍び足立てちゃえば、闇のゲームだろうとなんだろうと、別にそんな簡単に突破されないんじゃないかなっていう。ラバーゴーレムそんな簡単されねえし、1体でひたすら殴り続けるっていうダイレクトアタックをし続ければ勝てるっていう説がありますからね、こっち。はい、ねえ、こうして、はい、で忍び足出して、はい、でグレートウォール装備して、はい、1枚で進行できるの強えな。はい、商人がね、ほんとね、なんかね、10枚くらい入れたい。商人を10枚くらい入れたいわ、このデッキ。わかる、商人10枚入れたら、これ多分ね、超強いデッキになると思うんだよね、これ。10枚初動っていう、20分の10初動っていう、強すぎ問題発生してる。さあ、闇マリック先生、何デッキなんでしょうか。まあ、闇のゲームなんで、一応、なんか外役系の、なんか何らかの、じゃあ、霊獣か。闇のゲーム霊獣だ、OK。
闇のゲームレジェンド。カンナホークは弱い、カンナホークスタートは弱い。長老がねリミット2なんでね今ね。で、ウィンダー、はい、まあ、長老入りできてない。霊獣はそんな強くないんで、それは玉光ですね。はい、玉光ですわ。はい、カンパの流れで、はい、カンパと同じ言い方で、はい、玉光、はい、玉光一応ラバゴちょっとあっても多分これ殺せると思うんですよね。リミット入ってないから、クリーボールぐらいでしょ入ってんの、防御札多分。あとこれ2体殴れば勝てるの多分。はい、え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 い、はははは、えい。あー、これ賢者だわー、このデッキ。このデッキ相当賢者で、グローブの効果発動。デッキトップは、まあ、打点上げるやつかなんかでいいかな。ラバゴされた場合のことも考えて一応、まあ、大丈夫か別に。グローブ入りし、まあ、でもグローブそんな効かないけど、相手のデッキ。これはこうして、こうしてこうしてこうしてこうでいいんじゃないか。はい、勝ち。はい、賢者、はい、賢者構築。さあ、相手の方、光と闇の仮面、珍しいな。光と闇の仮面最近あんま全然見ないですよね。こいつどこ行ったんだろうっていうくらい見ないんですけど。さあ、クナムザンサーチしてきて、でクナムザンを特殊召喚していく。やっぱ一枚シンクロバチクソ強いわこれ。これこんな簡単に忍び足出ていいのっていうぐらい忍び足簡単出るもんねこれ。でしかもまあ一応カラクリのその商人とクナムザン出張させればいいだけなんで、そこまでその圧迫はしないんですよねデッキの枠を。これめっちゃ強くないかこれ。今次は商人召喚、商人召喚してレベル上昇して、このホラガイすると主典同時が出ます。強くないですかこれだから、いなし、余ったいなしって、まあ、クナムザン僕今のところ1枚しか入れてないんですけど、ちょっと邪魔なんで2枚もいらねえなと思って。でこういう時はいなし召喚からレベル上昇して2上げて、ホラガイ出してで6シンクロするんですよ。で主典同時と、これが素晴らしいですね非常にね。さあ相手困っております。4000の守備力で攻撃してくる打点。さあいいだろうそれぐらいは、許しやろう。ちょっと若干めんどくさいのはフェイバリットヒーロー、フェイバリットヒーロー装備だけがちょっとかなりめんどくさい。さあネオスフュージョン OK。 あーでもあれもめんどくさいか、 AD チェンジャーとかめんどくさいね。 AD チェンジャーとかめんどくさい。あーやばい、それはガチでめんどい、そのカードマジめんどい。仮面マジの下準備、なるほどなるほど。でも特殊召喚できないぞ今このターンで。特殊召喚壁かな、壁、露覚装置、露覚装置、やばいこと起きてる。あ、そういうことか。で、団結の力、団結の力、なんてこった、なんてこったこれちょっとなんてこった、なんだこのデッキは。そしてどういうこと、